と勝利を収めました南選手のインタビューを始めさせていただきます。はい、お願いします。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。見事な逆転 KO 勝ちをされてた今のお気持ちをお聞かせください。素直に勝てたんで良かったなっていう気持ちと、もっとこう圧勝したかったなっていう悔しい気持ちもどっちもって感じですね。はい、第1ラウンドでは少し苦戦しているように見えましたが、その時の心境はどんな感じでしたでしょうか。ちゃんとこうパンチをもらったことがなかったんで、うわもらってしまったでダウンしたなみたいな気持ちで、とりあえずしのいで、まあ、カウンターだけ狙ってしのごうっていう感じでした。まあ、その時もまだ絶対倒したんぞっていう気持ちはずっと持ってましたね。はい、試合中顔から流血すごくされていましたが、はい、試合中って痛みとか感じるんですか。いやあんま感じなかったですね。ただこうずっとぬくいものが垂れてきてるっていう感じでした。今はめっちゃ痛いです。今はめっちゃ痛いです。はい、アドレナリンが出てる。そうですね。はい、今後目標はどうなっていきたいとかありますか。目標は世界最高峰の UFC に行ってチャンピオンになることですね。はい、素晴らしかったです。ありがとうございます。本当に見てて楽しい試合でした。あ、本当ですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。最後にカメラに向かって一言お願いします。たくさんの方々が見てくれたと思うんで、応援ありがとうございました。まだまだ強くなって、一番高いところへ登っていくんで、引き続き応援のほどよろしくお願いします。頑張ります。以上になります。南選手ありがとうございました。